ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはコンバージ仮面ライダーシリーズ19弾、次に来ました仮面ライダーキックホッパー、そして、仮面ライダーパンチホッパー両方見ていただきます。さあまずはこちら見ていただきましょう。仮面ライダーキックホッパー、あーできましたね。結構人気のあるキャラでございますが、そして名車とチラチラと出ましたこちらがパンチホッパー。こちら地獄兄弟なんですけど、一見ただ色違いというだけじゃないんですよね。よーく見ていくと、まずベルト見ていきましょう。ベルトの向き逆なんですね。ちゃんとほら逆になってるんですよ。でそしてこちらの足ですね、足のアンカーと名パンチホッパー腕のアンカー、ちゃんとねこう腕と足にくっついてるわけですよ。ですから左足の あのアンカーと右腕のアンカーちゃんとついてますんで、ただ色違いだけじゃなくてこういう区別もしてあるところがさすがだなって感じがしますよね。他のシリーズよりも妥協がなく素晴らしいのは背面、本当にしっかりと塗装してますよね。これ見てください、ベルトの帯と背中の塗装と、あとこちらの方も全くもう妥協なく、細かいところも全てに神経使って完成しています。地獄兄弟さすがご立派です。腕はね見ての通りちゃんと稼働します。それ以外の部分は稼働しないので、気をつけて、力のある人を壊さないようにしましょう。今回以上でございます。いかがだったでしょうか。仮面ライダーキックホッパー、そしてパンチホッパー、今日は同じ造形だったんで、一緒に、見ていただきました。同じだけじゃなくてね、そのベルトとか腕足の相違点も含めて、見てもらいました。本当にねこのパンすごい人気ありますよね。とうとうコンバージ化しました。パンチホッパーキックホッパーでございました。今回の動画良ければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。